先ほどおっしゃっていただいた通り声を出しての声援はできません。ただ拍手、手拍子、そして様々なリアクションの中で選手たちにエネルギーを送ることはできます。中心にはキャプテンマークを巻いています白井英治。今前半がスタートしました。阿部隆から一度左に広げます。プレスをかけていく。間で受けた白井英治、川野はダイレクトで剥がしに行く。ヨンジェ落として上条です。上条が上げてヨンジェナイスキーパー清水。サビからだったと思うんですが、まあ、ここそうですね。まあ、いろんなところで動きながら相手を崩していく部分が、まあ、京都の特徴でもあります。ヨンジェターゲット、セカンドボール狙う。おっと清水、ここも上条もシュート。上条もかなり流動的にいろんなところに、そうですね、おー奪う。上条が高い位置で奪いました。宮崎智彦から白井英治、白井英治から縦、あー上条がいる、上条がいる、上条クロスバーの上です。立ってるんですかね。立ってますね。ここバイス、はい、体を投げ出して豊が入れてきた。宮吉最後は宮吉でした。選手どうですかね。宮吉選手よくキープして、もうゴールまでイメージあったと思うんですけど、はい、ここですね、はい、最後は井上、アウリーニョコントロールする。上条に渡す。ヨンジェもいますがボールを出してきた。狙ったか、すごいシュートだ。いや巻いてきました。上条巻いてきましたね。一瞬ゴール捉えたかと思ったぐらいですね。そうですね。デュークポスト、上条が来た、跳ね返します。なんというシュート。阻んだのはクロスバー。この終盤アディショナルタイム、どういった展開が待つか。中央にはバイスもいます。高さのあるイスマイラもいる。誰が来るか。さあ狙ってきた、後ろを飛び込んできた。最後は阿部隆が飛び込んできました。阿部隆がゴール決めていったんですけれども、はい、ゴールも良かったですし、そうですね、ここはね、あとワンプレーあるか。ここで試合終了の笛、0対0スコアレスドロー。京都、この試合での J1 昇格はならず。